私は囲碁が大好きなカラスベイクのクーロンです。今回は囲碁の定石や布石の移り変わりなどを紹介する盤上ヒストリーをお送りします。それぞれの手についてはいろいろな方が解説していますので、このシリーズではその誕生や流行の移り変わりなど歴史に特化して紹介していきます。記念すべき第1回目は小目からの締まりについて見ていきたいと思います。ご覧のように囲碁の締まりには小ゲーマー、大ゲーマー、一軒、二軒があります。それぞれ皆さんも打たれたことがあると思いますが、それではこれらの締まりのうち最初に打たれたのはどれだと思いますか？一般的に安定して昔から打たれていたのは小ゲーマであると考える方が多いのではないでしょうか。一軒も小ゲーマと比較されることが昔からあったので、どちらかではという意見もあると思います。昔から打たれてはいましたが、 AI の登場により最近になり大ゲーマや二軒の打たれる頻度が多くなってきたため、これらは比較的新しいものではと考える方も多いかもしれません。まあ一番多いのはそんなことを考えたこともなかったでしょうが、それでは解説していきます。なお今回はあくまで小目からの締まりで、高目や目外しからの締まりは含みません。また内容はあくまでも私たちの調査によるもので、未確認の資料の発見により結果が変わってくる可能性があることをご了承ください。実は現存する棋譜を調べていくと、締まりが登場する最も古い棋譜で打たれていたのは一世本因坊三叉の時代の大ゲーマのようです。しかし三叉やその弟子である中村藤石の時代には締まりの手は少なく、初手に小目を打つと二手目にはすぐにかかるといった碁が主流。空き隅を打つより締まりを打たせずすぐに戦いになることが多かったようです。それでも三叉の時代から二世本因坊三越、三世本因坊同越の時代、1580年頃から1600年代中頃までは締まりは大ゲーマが主流であり、特に1600年代前半までは大ゲーマ以外の締まりは見られません。ただ当時は隅より辺の価値が大きいと考えられていたようで、締まらず隅から辺に開いたり辺から詰めてくるという打ち方が多く、その時は小ゲーマに受けている手が見られます。これを小ゲーマ締まりと見ることができますが、単に隅の締まりとしては大ゲーマということになります。1600年代中頃になってくると、まだまだ大ゲーマ締まりが主流ではありましたが、一軒締まりもそれに次いで多く打たれるようになってきます。時代としては二世本因坊三越と三世本因坊同越の頃ですが、両者とも大ゲーマ締まりが多く、両者と戦っていた二世安井三智や安井門下、またその周辺に一軒締まりが多く見られます。名人となった安井三智は大ゲーマだけではなく一軒も試みていたのでしょう。そして1600年代後半、四世本因坊同作の時代になると小ゲーマ締まりが見られるようになり、大ゲーマ締まりと同じような頻度で打たれ、一軒締まりは打たれることが少なくなってきました。同作自身は比較的大ゲーマが多かったようですが、弟子たちは大ゲーマ、小ゲーマ、一軒と様々な手を打ち、序盤だけで終わっている棋譜が多いものの、現代にも通じる打ち方が多く行われています。
これらの打ち方は同作の五弟子と呼ばれる優秀な5人の弟子たちに多いのですが、この後の時代には見られなくなります。江戸時代中頃から後半にかけての小打ちたちより、その前の同作の弟子たちの方が AI が登場する直前の現代の碁の感覚に近く、同作自身は AI が登場した頃に AI と感覚が似ていると評されていたことから、この頃の囲碁の水準がいかに高いものだったのかを示していると言えます。これらの手に関してもいずれ動画で取り上げていきたいと思います。そして2件についてですが、この手も AI が登場してから頻繁に打たれるようになりますが、実は同作の弟子たちによってすでに打たれていたのです。2件はこの時代には珍しく、棋譜を写す際に1件だったのに間違えて記入されてしまったのではないかと言われたほどです。しかし同作の後を継いだ五世本因坊同知の棋譜にも見られることから、すぐ見られなくなったものの、この頃には趣向として打たれていたのかもしれません。その後1700年代前半から小ゲーマが主流となっていき、幕末から明治になると小ゲーマより一軒と唱える人が多くなっていきます。そして当初主流とされていた大ゲーマじまりは、時代が進むにつれて小ゲーマや一軒より打たれることが少なくなりますが、現在 AI の登場により大ゲーマじまりは再び人気を盛り返しているのです。